皆さんこんにちは、円満相続税理士法人の立花です。今日のテーマはこちら、超簡単相続税の計算方法ということでですね、今回の動画ではこれから相続税を勉強しますという方向けにですね、相続税の計算方法を一から丁寧に解説していきます。相続税の計算はコツさえ掴んでしまえばそんなに難しくはありません。今回の動画でしっかりとコツ押さえていきましょう。それではですね、具体例を使いながら一緒に皆さんと確認をしていきます。家族みんなで円満相続。例えばですね、ここにお父さんとお母さん、そして子供2人、こういったご家族がいたとします。この度お父さん亡くなってしまうんですけれども、まず相続税の計算はこの亡くなった方が残した財産、ありとあらゆる財産を亡くなった日における時価で円換算していただきます。でこのご預金なんかは簡単なんですね。残高を集計すればいいだけなんですけれども、不動産とか株式、そういったものについては相続発生時点での評価額、こちらを計算していくことになるんですけれども、その計算方法についてはまた別の動画で詳しくお話をしていきます。で今回はですね、このように一つに集計ができましたら、この集計したこの箱にですね、1本の線を引いていきます。でこの線は何かというと、基礎控除という相続税のかからない部分、かからない金額がございます。でこの基礎控除を超えたこの上の部分が相続税の対象となっていく、こんな感じになっています。でこの基礎控除の金額いくらなのかというと、3000万プラス600万かけることの相続人の数、こういった算式で計算することとされています。で今回見ているこのご家族はですね、相続人がお母さんと子供2人なので3が入ります。で3000万プラス600万かけることの3をすると4800万ですね。ですので基礎控除金額は4800万円、この金額を超えるとその超えた部分に対して相続税が課税されていく、このような流れになっています。で皆さんここで少し考えていただきたいんですけれども、仮に日本全国で人が100人亡くなったとします。一体何人の方が相続税かかってくると思いますでしょうか。基礎控除を超える方ってどれくらいいるのかということですね。でこちら正解はですね、統計データが出ています。で現在令和3年時点のデータではですね、 9.3% ということで、100人人が亡くなるとですね、約9人の方に相続税がかかる、このような状態になっています。ですので相続税は一部の富裕層の方にかかる税金だというふうに言われることがあるんですけれども、それは統計的にはですね、確かに100人中9人ということなので、正しいかもしれません。それで、今日の動画ではですね、この基礎控除を超えたその後、相続税具体的にどのように計算していくのかということを説明していくんですけれども、よく多くの方ですね、この基礎控除を超えた部分に対して相続税の税率をかけて相続税計算していくのかなというふうに思われるんですけれども、実はそうではなくてですね、もう少しだけややこしいプロセスがございます。具体例を使って見ていきましょう。例えばですね、ここに基礎控除を引いた後の金額が1億円の財産がある方がいたとします。基礎控除を引いた後に1億円残っている方ですね。でここに相続税率をかけていくのではなくですね、まずやっていただくことは、この1億円という金額、基礎控除を引いた後の金額を仮に法定相続分で相続したものとして割り振りを行っていきます。で法定相続分というのはですね、これもまた別の動画で解説しているんですけれども、遺産の分け方の目安として国が定めているものなので、絶対この通り分けなきゃダメですよっていう割合ではないんですけれども、そういった割合がございます。で例えばですね、相続人が妻と子供2人であるならば、妻の法定相続分は1/2、そして子供たちはそれぞれ1/4ずつの法定相続分を持つことになるんですけれども、この割合で割り振りをしていきます。ですので妻の法定相続分1/2なので、1億円かけることの1/2をした5000万円で、子供長男の法定相続分が1/4なので2500万円、長女の法定相続分が1/4なので2500万円、このような割り振りを行っていきます。そしてこの割り振られた金額に対して相続税の税率をかけていくんですけれども、こちらが相続税の税率表となっています。法定相続分に応ずる取得金額ということでですね、それぞれ段階的に税率が 10% から最大 55%、 超過累進税率という言い方をしていくんですけれども、だんだん上がっていく形になっています。で具体的にやっていきましょう。奥さんに割り振られた金額は5000万円でした。この5000万円を下の表に当て込んでいただくと、5000万かけることの 20% の税率になりますね。5000万かけることの 20%、 そして、マイナス200万円、控除額200万円ですね、かけると、こちら800万円ということになります。長男は2500万円が割り当てられていました。この割り当てをしていくと3000万円以下のところになっていきますので、税率は 15%、 そして控除額が50万円で、長女2500万円
万かけることの 15%、マイナス50万円をすると、325万円ということになっていきます。でこの3人の税額をですね、家族全体の相続税額ということで合算をしていきます。1450万円ですね。でこの家族全体の相続税額が計算できたら、今度はですね、実際に財産を相続した割合に応じて最終的に負担をしていただくことになります。例えば今回のご家族はですね、話し合いをしてお母さんが1/2、長女が1/2、そして長男は全く相続しないという話し合いになったとします。でそうするとですね、妻が相続した割合、長男0、長女が1/2ということですね。でこの先ほど計算した家族全体の相続税額を、この実際に相続した財産の割合に応じて納税をしていただくということになりますので、この1450万円をこの割合で割り振りをします。ですので妻は1450万かけることの1/2で725万円、で長男が1450万かけることの0で、この場合0ですね、で長女が1450万かけることの1/2で725万円、このような割合になります。そして実際にこの金額で納税をしていただく、このような形になっていきます。ということでですね、相続税の計算はまず基礎控除を引いた後の金額を仮に法定相続分で相続したものとして割り振りを行って、そして家族全体の相続税額を計算し、そしてそれを実際に相続した割合に応じて納税していただくという、こういう2段階のですね、計算プロセスがあるということになっていきます。ではですね、なぜこのような2段階のプロセスにしているのか、もう実際に相続した割合、相続した財産にもう税率かけていけばいいじゃないのというふうに思うかもしれないんですけれども、これなんでなのかということはですね、深い意味があって、でこれもし直接相続した財産に税率をかけていくと、この図のように例えば3分の1ずつ相続してですね、税率をかけていくと家族全体の相続税額は1400万円になります。ですがこれもし1人が相続した場合、この1人が相続してそこに税率をかけていくとですね、2300万円ということで、累進税率なので1人に偏っていると税率って高くなっちゃうんですね。でこのように分け方によって相続税の負担が変わらないようにするために、仮に法定相続分で相続したものとしてそこに税率をかけるということで、そこでもう税率を固定しちゃう、まあ、そんな意味合いがございます。でこちらが相続税の早見表ということで今投影したんですけれども、例えば財産額が1億円、子供が2人いた場合の相続税は770万円ということになります。皆さん見ていただきたいのがこの1人だった場合なんですけれども、1220万円ということで、相続人が1人減るだけでですね、こう倍近く税額が変わっているのがわかるかと思います。で相続税の計算ですね、相続税は相続人が多くなるほど少なくなるという性質があります。でこの性質はですね、相続税対策を考える上で非常に大切なところになっていくんですね。ですのでぜひ皆さんに押さえていただきたいポイントになっていきます。ということでですね、今日は超簡単相続税の計算方法ということでお話をしたんですけれども、相続税の計算はまず基礎控除の金額を引いて、そこに仮に法定相続分で相続したものとして割り振りを行います。でそこに税率をかけて家族全体の相続税を計算し、そして最後に実際に相続した割合に応じてこう納税していくと、まあ、こんな形になっています。でどうしても慣れるまではですね、この2段階のこの計算プロセスに戸惑う方すごく多いと思うんですけれども、慣れてしまえばもう結構簡単ですね。法定相続分で割って、そこに税率かけて、家族全体の相続税計算し、実際に相続した金額で割り振りをするということなので、まあ、ぜひですね、皆さんも何パターンかこう解いてみて、この計算の仕方に慣れていただければというふうに思います。ということでですね、今回の動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録していただけると大変嬉しいので、ぜひですね、お願いいたします。ご清聴ありがとうございました。一番の税金対策をご存知ですか？相続税は税金の中で唯一、税理士の腕によって納税額が大きく変わる税金です。相続税の税務調査は5件に1件の割合で行われ、一度調査に選ばれると87% の確率で追徴課税になります。こういった相続に関する問題を私たち円満相続税理士法人が解決いたします。国税 OB との連携や日々の研究、豊富な知識や経験を生かし、最大限の節税にこだわった相続税申告書を作成します。私たちが手掛ける相続税申告は書面添付制度を標準装備しているため、
税務調査に選ばれる確率は 1% 未満。もしも追徴課税を受けた場合は、報酬全額返金保証をいたします。また、お受けしたご依頼は、社内の厳しい試験に合格した税理士が、最初から最後まで一貫して対応。難しい内容もしっかりとご理解いただけるよう、分かりやすくご説明いたします。テレビ会議などでのご相談も可能なので、どこにお住まいでもご利用いただけます。財産以上に大切なものが残るように。分かりやすい説明で分けやすい相続を。一番の税金対策は円満です。円満相続税理士法人。